広瀬川流れる岸辺、俺は今でもプレーするのが好きなんだ。町内にチームだって作ってる。あの限られた時間の独特の感じ。向こうは鵜飼監督と親交の深かった猫又監督が、必ず全国で会うぞ。ああ、あの猫間が来るっつうのにみっともない後輩見せてたまるか。こっち来れない間の特訓って何やってたんだ。紹介します。今日からコーチをお願いする鵜飼君です。時間ねえんだ、さっさとやるぞ。お前らがどんな感じか見てえから。いきます。よし、いきます。チーム町内会。なんだよ、怪我じゃねえの。よくわかんねえけど町内会チーム入ってくれよ。なんだ、遅刻か。舐めてんのか。ポジションどこだ。菅原さんが引いて俺が繰り上げみたいな。ごめんですよ。俺のトスで、またスパイカーが何度もブロックに捕まるのが怖くて、だから俺はこっちに入るよ。負けないからな。俺もっす。エースと対決だ。つっても町内会チームの人たちがうまく合わせてくれてるんだけどな。菅、ちょっと見ないうちに頼もしくなった。やっぱりここが好きだ。ネットの向こう側けど攻撃がな。またブロック。じゃあなんで最後トス呼ばなかったんですか。打てる体勢でしたよ。俺が繋いだボールをあんたが勝手に諦めんだよ。だけど勝手に諦めんのは許さねえよ。新年度になったらすぐインターハイなんですよ。ほら、誰だ大声出してるのは。廊下で騒ぐんじゃない。ナイス日向。あざーす。日向、次サブ。俺の仕事はただひたすら繋ぐこと。繋げば、繋いでさえいれば。ブロックフォローだな。ブロックされたボールを拾いまくる特訓。もう一回朝日にあげて、また止められたら。菅原さん、スパイクが打てるのはトスが上がるから。みんながそれぞれの仕事をしていたのに。すごー、嘘くなんてない。ブロックされたボールが拾えるなら怖いものなしですね。何言ってんだ。後ろにはちゃんと仲間がいるんだと分かってるかどうかで気持ちは全然違うもんさ。ナイス日向、影山。あざーす。おい、うん、今なんでそこに飛んでた。チンチクリン。チン、なんだお前ら、変人か。変人。それと比べられたら凡人はたまったもんじゃない。速攻は確かにすごいけど、ブロックはどうだ。そんな日向くんがカラスノの現エースと直接対決ってわけです。聞いてんのか。こうだ、次も頼むぞ。おい、エースすっげえな。けど日向、本当に大丈夫です。ちょっとかわしきれなかっただけで大したことは。やべえ、影山が止まらない。マジ怒りだ。エースがいるって分かってから興味とか憧れの他に嫉妬してただろ。そろそろ終了の時間だぞ。早く片付けよ。僕が責任を持って締めますので。高校生チームは今攻撃力が一番高いローテかな。速攻はあくまで予測不能だから有効なんであって。今のお前はただのちょっとジャンプ力があって素早いだけの下手くそだ。俺がトスを上げた時お前はブロックに捕まったことがあるか。お前のおとりがあるのとないのとじゃ俺たちの決定率が全然違うんだぞ。今の一発すごかった。同じ中学出身か、それとも小学校から一緒とか。おい。見たか。よっしゃ、これで4点目。どうもー、ここ沙汰してます。に、あずき、次も頼むぜ。俺らおっさん組の置いてけぼり感ときたら。すみません。明日からみっちりやるからな。おーす、片付け急げよ。おーす、山口、ボールそっち持って。負けないからな。
カラスノファイ。おーす。練習練習練習だ。5本成功、交代です。次お願いします。疲れ。お前ちょっと落ち着け。だって合宿初めてだし。うほー、いただきます。知らない人がいるんです。いや、何騒いでんだ。え、あんまり騒ぐな。大地に怒ら、次ランニング。試合のメンバーでお悩みですか。セッターに3年生というのは今年が最後なわけで、やはり特別な選手側の気持ちでいるわけにはいかねえよな。誰も来ない。道間違えた。それ面白い。え、別に。そのシューズバレーの、バレー好き。別に、なんとなくやってる。ポジションどこ。セッター。じゃあさ、お前の学校強い？強いと思うよ。勝手にフラフラすんな。ごめん。知らない土地なんだから気をつけろ。影山とセットじゃないと一人前扱いされないのは悔しいけど、俺ら3年には来年がないです。一緒のコートに立ちたいです。ワンプレーでも多く。正直今お前にビビってる。はい。おい食え、無理やりでも食え。この時期か。寝込ません。スターティングオーダーはこれでいく。このメンツでどのくらい戦えるのか。カラスの宿敵猫との勝負だ。心身ともにエースより強くなったら正々堂々朝日さんからレギュラー奪いますよ。去年一時期鵜飼監督が復帰してたのは聞いてるよね。はい。俺たち情けない2年だけど、戻ってこれたからには。ユニフォーム。おお、テレビで見たやつ。影山が一桁。言うと思った。よし、それじゃ練習再開だ。なんで強いんだ。おい、研磨はどう思う。別にどっちでも。おい日向、そろそろ風呂の時間だったよ。風呂入ってすぐ寝る。このクソがてめえ、フライングだ。ねねね、ネコマだったの。あ、うん。労働枠中にたまたま会った猫魔のセッターだって。セッター。おう、ケイシンか。あ、お久しぶりです猫魔田先生。相手が鵜飼のジジイじゃなくとも容赦しねえよ。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。間に合った。久々だね、ゴミ捨て場の決戦。そうよ、俺うちのチーム強いと思うって言ったけど。福永出せ。ナイスチーム。朝日さんのスパイク初めて見るのに手に当てました。次は俺だ。針の穴を通すコントロールだ。まあ天才はしょうがねえ。まずは鬼から金棒を奪う。猫魔はブロックをサイドに寄せたな。うん、デディケートシフト。あとはひたすら追っかける。あいつそこ来る。ナイスだ山本。よっしゃ。昔から自分から友達とか作れた試しがない。中学は黒に言われてなんとなくバレー部に入った。やめんなよ、お前は鋭い観察眼を持ってるし、指示だって的確だ。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。酸素を回せ影山。次こそバシッと決めるからトスくれ。なれるんだよ。日向の動きに慣れてきたんだ。だが日向が繊維を喪失してしまうようなら一回下げた方がいいかもな。気力をくじく人の壁。打てば打っただけ心は折れて打ち抜けるんじゃないかって思うんだ。だからもう一回俺にトス上げてくれ。ただいきなり帰ろって言われても難しいかもしんねえけど、
やります。飛んでる時は一人でも、後ろにはちゃんと俺たちがいるし。翼がないから人は飛び方を探すのだ。